どうも、占い師のラブミードゥです。2024年の大予言としまして、今日は2024年に起こりうる出来事を予言したり、こんなことをしたら運気が高まるのではないかという話をしていきたいと思います。まさかあの人が電撃結婚するなんて、あんな出来事が起こるなんて、またはラッキーカラー、ラッキーナンバー、ラッキーアルファベットなどを発表したいと思います。そして何月に何が起こるなどの予言もしたいと思っています。2024年は木の上の立つ年です。普通ですと立つ年と思うかもしれませんが、正式には木の上の立つと言います。木の上とはですね、自然界で表すと樹木を表します。立つは自然界で表すと山です。緑の山がテーマだと思ってください。森林伐採、そういったものが注目されたり、太陽光発電システムや太陽光パネルなどのテーマ、議論などが出るかもしれません。そしてですね、樹木を表すというと、このビル街なども表します。長くこう縦に、ね、そびえ立つ、そういうものがテーマでして、そうですね、スカイツリーとかもそうかもしれませんし、高層ビル、そういったものが日本だけでなく世界中でビルに対する大きな注目される出来事が起こるかもしれません。あと日本国内ですと、電柱、景観を良くするために地面に埋める、そういう行動が活発に行われていくような年になるかもしれません。あとはですね、いろいろ橋がテーマになってきたりもします。吊り橋だったり、まあブリッジと言われるこう橋がこういろいろ注目されたりとか、珍しいいい橋がかかっている場所などがこう注目されるかもしれません。橋がテーマの年だと思ってください。そしてですね、タツはですね、雨をつけると地震の震になります。手辺をつけると振動の震になります。震えるっていうイメージが出てくるので、2024年は地震や噴火、海底火山の噴火、津波などに気をつけてほしい年になります。海外の方で大きな地震や噴火があって日本に津波が来るということもね、2023年もありましたけども、そういったことが2024年も起こりやすかったりします。何か災害が起きても大丈夫なように、いろいろと災害グッズ揃えておきましょう。続いて2024年は亀という漢字も注目です。この亀がね、マイナスに出てしまうと大地に、地面に亀裂が走る、そういうことで起こってしまったり、人間関係とかでも亀裂が入るみたいなことがあったり、会社同士でも何か揉めて亀裂が入るなどが起こるかもしれません。亀裂に注意の年です。道路に亀裂、大地に亀裂、道路が陥没したりとか、そういったことにも気をつけなければいけない1年になりそうです。ただ亀を買うと運気が高まる1年でもあります。または亀の開運グッズ、そういうものがおすすめだったりもします。注目の漢字としては、まずは木がつく漢字です。木偏がつく漢字、例えば木村さん、森さん、林さん、木下さん、木本さん、本木さん、松本さんなどが注目になります。でまたこの本っていう字、元という字、こちらもですね、木がついて横棒がついて本となるので、こちらの元という字、本という字も注目の漢字になります。こちらのね、名前がつく方、一般の方はね、いい方向で出ると思います。有名人の方は良い方と悪い方が出るかもしれません。その他、竹という漢字の方も注目です。竹本さん、何かいい方向で出たり悪い方で出るかもしれません。あと手辺がつく漢字の方や手がつく方、手島さん、指原さんとか、その他亀の漢字がつく方も注目で、亀梨さん、亀井さんなど、あと木の上の甲という漢字の方、甲本さんとかに注目です。あと山がつく漢字の方も注目です。山田さん、山下さん、山内さん、山本さんなどなど、その他ですと稲垣さん、高橋さんなどの漢字がつく方にも注目です。有名人のね、今挙げた名前の方が電撃結婚したり、電撃離婚したり、または衝撃的なニュースが出たり、サプライズ発表して世の中を盛り上げたりするかもしれません。
何かしらいろいろと話題になるニュースを出してくれる1年だと思います。もしね、有名な方がネガティブなニュースが出てしまったら、その名字の方は、一般の方はですね、厄落としをしてくれたんだと思って、自分にはいいことが起こると思うといいでしょう。そしてその方たちを応援すると良いかもしれません。あとですね、こちらの漢字がつくスポット、場所、地名がですね、運気を高めるパワースポットだったりします。手がつく漢字で表すと岩手県、特にですね、今年は辰年でもあるので、岩手県の龍泉洞という鍾乳洞、こちらが注目の場所になりそうです。もちろんこの注目という部分なので、ネガティブな方のニュースもあるかもしれないんですが、パワースポットとして考えてみてください。そして木の絵がつく場所というと、山梨県甲府、こちらも運気が高まるパワースポットとして注目されると思います。岩手県や山梨県のね、甲府に行くと運気が上がります。で、この甲府が注目っていうのなんですけども、2023年の12月のライブ配信でこちらの方もうすでに言ってるんですね。2024年の運勢は2023年の10月からもう出ていると伝えていまして、この甲府が注目されると伝えてたところ、12月12日にですね、アジアチャンピオンズリーグというものがありまして、まあ、サッカーの試合なんですけども、そちらの J2 のヴァンフォーレ甲府が決勝トーナメント出場っていうニュースが出ました。 J2 のチームが首位でアジアチャンピオンズリーグの決勝に出るというのは初めてらしいですね。甲府、今こう運気が来ていると思います。皆さん、チャンスがあったら山梨県の甲府に行きましょう。そしてですね、山梨県といえば甲斐の虎、武田信玄、甲斐の字も木の絵が入ってます。武田信玄公の何かグッズを持っていると運気が高まる1年になるかもしれません。または信玄餅を食べると運気が高まります。ラッキーフードとして信玄餅を食べてみてください。その他、木の絵という漢字から2024年は甲子園、こちらも注目の年です。高校野球なんかいろいろと盛り上がるのか、または阪神、こちらも何かあるのかもしれないですね。甲子園球場が何か注目を浴びる1年かもしれないです。そしてですね、カモという漢字がつく場所も注目です。鴨川シーワールド、または鴨川など、鴨がつく漢字の場所も何か注目がある1年になったり、運気が高まるパワースポットとして行ってみるといいかもしれません。そしてですね、亀というところから亀戸天神、または亀戸、亀有、こちらも注目のスポットになりそうです。そしてかまどという漢字も注目で、福岡県の太宰市にある宝満宮かまど神社、こちらもですね、運気が上がるパワースポットとして訪れてみるといいかもしれません。続いてラッキーカラーなんですが、ラッキーカラーは青、緑です。そしてラッキーナンバーが139です。こちらのね、ラッキーカラーやラッキーナンバーを使うと2024年運が高まると思います。こちらもですね、2023年の、まあ、ライブ配信の方で10月からやはり来年の2024年のラッキーカラーやラッキーナンバーは出てると伝えています。何があったかというとですね、12月の2日ですかね、 J1 に昇格した東京ヴェルディの決勝ゴールを決めたのが39番の背番号の染野選手です。 J1 の1に1が入っている。そして染野選手の背番号が39、そして東京ヴェルディのユニフォームのカラーが緑、まさにこちら全部入っています。運をつかめる色ナンバーなので、ぜひ皆さんも活用してみてください。あとラッキーカラーの青なんですが、大谷選手がドジャース移籍のニュースが出ました。ドジャースはユニフォームの色が青です。運気として青や緑という色も着ていると思います。しかも大谷選手は岩手県出身、岩手県、またはラッキーカラーの青、何かあるんじゃないかなと思ってしまいます。日本の野球界でいうと中日ドラゴンズが青、
そして監督が立浪監督、立年にこれは何か注目の1年かもしれません。中日ドラゴンズに注目してみてください。そして139というこちらの数字なんですけども、日本放送の住所が有楽町の1丁目 9-3 となってます。193が入ってます。日本放送2024年、すごく注目される1年になると思います。続いてラッキーアルファベットです。こちらは良くも悪くも注目されるアルファベットだと思うといいかもしれません。ただ一般の方にはこちらのアルファベットで出来上がる名前の方たち、運がいいと思ってください。ただ有名人の方はもしかしたら何かネガティブな方のニュースも出るかもしれません。またはいいニュースが出る場合もあります。そんなラッキーアルファベットは ACIKMSUW です。こちらのアルファベットで作られるイニシャルの方、もしかしたら良いニュース、悪いニュース、両方出てしまうかもしれません。有名人の方はね、このアルファベットで出来上がる名前の方が注目の1年になると思います。また、アルファベットのね、一つの頭文字がこうイニシャルのどちらかに入っている方も運気が高まったり、何か注目される出来事がありそうです。そしてですね、1週間の中で迷ったら火曜日に決断してください。何かあったら火曜日に決断することが運を高めます。もしかすると火曜日に注目のニュースが出たり、驚きのニュースが出たり、大きな事件が起きたり、何か事故があったり、何か衝撃的なことが起こったりするかもしれません。2024年火曜日に注目です。そしてですね、2024年こんなことをすると開運しますよっていうのはですね、五感を鍛える、五感を使うことを意識する、これが運気を高めます。何か嫌なことがあったら美味しいものを食べる、また耳にいい音楽を聞く、耳から入ってくる音で癒される、そういうものを聞く、肌触りのいいものを身につける、いい香りのするものを使う、こういったものを使ってみてください。もしかしたら2024年肌触りのいいものが流行るかもしれないです。またはいい香りがするものが流行ったりもしそうです。そしてですね、五感といえば視覚も大事になってくるので、自分がこの人を見ると癒される、そういった視覚から癒されるものを見るのも重要になってきます。イケメンのインスタや素敵な方のね動画を見て運気を高めることも大切だと思います。2024年は辰年、辰に手辺をつけると振る舞うの振るという感じになります。家にお客さん、友達を招待して振る舞う、おもてなしをする、そういった行動をすると運気が高まるので、ぜひそういったこともやってみてください。そしてこっからですね、社会に関してのいろいろ予言やら開運法も含めて話したいんですけども、2024年は自立がテーマになります。今までね、こう依存してたものから自立する、離れる、これができると運気が高まります。今まで職場や会社に依存してた方、自立、独立して何かをするというのにいい年です。有名人の方も独立する人が増えたりするかもしれません。または自立して立ち直ってくる人もたくさんいそうです。皆さんも自立、独立するなら今年だと思うといいかもしれません。その他 SNS からの自立も重要になってきます。自立してもっと世の中を見たり聞いたり感じたりすることが大事だったりします。スマホばかり見るのではなく、こう世界をいろいろと素敵なものを見に行ったり感じたり、そういったことをすることが運を高めると思うといいでしょう。そしてまたね、2025年以降にスマホとかパソコンとかそういったものをいろいろ活用していくのにいいエネルギーを与えてくれると思います。一旦ね、こう2024年は少しでもいいので、スマホやパソコン、タブレット、 SNS などからちょっと自立する時間を作ってください。自立して離れて世の中を見て聞いて感じて、自分に何かをエネルギーをインプットして、それを役立てる、そういうように使えるといい SNS の距離感ができ、運気が高まる1年になると思います。またですね、言論の自由、これをちょっと考えさせられる1年になるかもしれません。すごくトークが立つ方
おしゃべりが上手な方がいて、その人が注目を浴びる一年になったり、すごい指導者、カリスマ的な方が現れて注目される一年にもなりそうです。また自分自身もトークのレベルを鍛えていくことが運気を高めるので、そういった行動もしてみてください。交渉力、交渉することが重要な一年でもあります。そしてこの世の中、言論の自由を脅かされることが起こりやすかったりもします。言いたいけど言えない、それを言ったら社会的に抹殺される、そういったことが起こりやすいです。日本だけでなく海外の国々の方が強く出たりするかもしれません。もちろん日本でも言いづらい、言えない、言っちゃいけないのかもっていう空気が流れて、言えなくてどうしよう、周りに忖度をしなければいけないのか、そういうことを感じることも起こりそうです。また何か勉強したり学ぶ、インプットすることで運気が高まる年なので、何かを身につけるように勉強をしてみてください。きっと運が高まります。資格を取るにもいい年です。そしてですね、今年はお金の流れ的に注目の年で、いろいろなものが無償化される流れが来るかもしれません。その他、大きな企業がお金をこう電子マネーが盗まれるとか、そういった出来事も起こるかもしれません。有名企業のね、システムが乗っ取られてお金が盗まれるみたいな事件もあるかもしれないので、気をつけなきゃいけない一年になりそうです。個人のレベルでもそういうお金を電子で盗まれるみたいなことが起こらないように気をつけなければいけない一年になりそうです。ここからは要注意の期間について話したいと思います。1月1日2日この2日間はですね、幸運日としても取れるんですが、ありえない出来事が起こる日にもなりそうです。ニュースにも注目してみてください。続いて1月3日4日は事故や事件に注意の日です。慎重に行動を取るようにしてみてください。交通機関の遅れなどにも注意しましょう。続いて1月8日から13日の期間は地震や噴火に注意の期間です。その他、大雨、大雪など何らかの災害に注意してみてください。海外の場合もあります。1月19、20、21日はサプライズ発表や衝撃的なニュースが出やすい期間です。世の中を騒がすニュースがあるかもしれません。解散、または復活、再結成、ソロになる、退社するなどもあるかもしれません。あと停電に注意だったり、通信障害や通信エラーなども起こりやすい期間なので気をつけましょう。1月25日から27日の期間は自然災害に注意の期間です。地震や噴火、竜巻、大雨、大雪、土砂災害など、日本国内のみならず海外でも注意の期間なので気をつけましょう。1月の25から31日の期間はいろいろなニュースが出やすいです。結婚のニュースもあるかもしれません。または離婚のニュースもあるかもしれません。ソロになるニュースや解散するニュースや再結成するニュースや復帰してくる人のニュース、いろいろなニュースが出やすいので、ここはいろいろそういう期間なんだなと思ってください。運気がいろいろ切り替わる時期だと思いましょう。2月12日から20日の期間は戦争や凶悪事件が起こりやすかったりします。日本から見て北西の国で起こりやすかったりします。革命などが起こるところもあるのかもしれないです。3月8日から12日の期間は地震や噴火などに注意だったり、災害に注意だったりする期間です。通信障害や通信エラー、停電などサーバーのダウンなどにも気をつけてください。4月18日から22日前後はですね、海外で大きなニュースが出やすかったりします。海外の動きに注目してみてください。もしかしたらいろいろと戦争が起こっている国々、またはそこに参加する国とか、いろんな攻防がありそうです。この辺は海外の国々の動きに注目の期間になります。国内では有名人の電撃結婚や電撃離婚、または電撃移籍など、電撃解散とか電撃ソロになるとか、電撃なんとかなんとか発表に注目の期間になります。6月8日から6月12日前後の期間は破壊のエネルギーが強くなります。戦争の激化やテロや凶悪事件など注意しましょう。特に海外などでは注意の期間です。その他、災害注意の期間で
大雨や洪水、または地震、噴火、海底火山の噴火、津波や土砂災害など何らかの災害に気をつけてください。海外の場合もあります。7月11日から22日の期間、この期間はですね、2024年で最も重要な期間かもしれません。いろいろと社会的に動きがあったり、大きなニュースが出やすかったりします。また有名人の方の逮捕のニュースも出るかもしれません。激震が走るニュースもあるかもしれないです。8月30日から9月11日の期間は水のトラブルに注意の期間です。台風も気をつけなければいけないですし、または性スキャンダル的なものも出やすかったりします。まさかの職場や有名人の方などなんかあるかもしれません。10月21日から29日の期間も水のトラブルに注意です。水に関わるところで問題が起きたり、水に関わる災害に注意だったりします。その他、有名人の逮捕に注意だったり、性スキャンダルなどもあるかもしれません。不倫のニュースなども出るかもしれません。11月1日から4日の期間はミサイル発射に注意だったり、核や原子力のことが話題になりそうです。軍事関係の動きに注目です。海外での戦争やテロなどにも注目の期間になりそうです。11月14日から18日前後は自然災害に注意の期間です。地震や噴火、竜巻、大雨、洪水、または海底火山の噴火、土砂災害など何か大きな災害が起こりやすいです。海外の場合もあります。海外の方で大きな地震や噴火があって日本に津波が来るみたいなことも起こりやすいです。12月22日から26日の期間は海外で大きなニュースが出やすかったりします。クリスマスも含む時期でもあるので気をつけていただきたい時期でもあります。何か大きな事件、大きな事故などがこの期間起こりやすいので気をつけましょう。災害にも注意の期間です。気をつけてください。以上、要注意の期間でした。そしてですね、2024年、こちら月と竜が導く守護霊占い、ただいま絶賛発売中です。あなたの生まれた西暦と月が交錯する数字にあなたの生まれた日を足して出す宿命数、そちらの宿命数の1の位が守護霊になっているんですが、守護霊ごとの運勢の本を発売しています。こちら2024年の毎日の運勢が載ってます。ご自身の守護霊の方を調べて、こちらの本を活用してより運気を高めてください。それぞれの守護霊のラッキーカラーが本の表紙になってます。持っているだけで運気が高まる、そんなラッキーアイテムになってます。自分自身の守護霊を調べる早見表の方は下の概要欄の方に貼っておきます。その他 Amazon などでは画像を見ていただくと、そちらの方に早見表が載ってるので、そちらを見て自分の守護霊を探してみてもいいと思います。書店さんで買いたいという方はですね、こちらの16ページの方を開いてもらって調べていただき、20ページ21ページに全ての守護霊の性格が載ってます。そちらの方を読んで当たってるなと思ったらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。990円で2024年の毎日の運勢が見れます。また皆さんが幸せになれるように、今から浄化の鐘を鳴らしたいと思います。はい、悪い運気などを取り除けたと思います。きっと2024年幸せな一年になると思います。皆さんの幸せをお祈りしてます。それじゃあまたね。チャンネル登録よろしくお願いします。